こんにちは、レッスンプロの高橋由紀子です。今回は、アプローチでランニングアプローチ、転がすやつですね、それと上げて止める打ち方を解説していきたいと思います。まずは転がすアプローチについて説明していきます。クラブの番手なんですが、9番とか8番とかショートアイアンで、打つ方もいらっしゃるんですが、私のおすすめは、ピッチングウェッジとか50度とかをおすすめしています。その方が、このランの転がる計算をしやすいので、そちらで試してみてください。打ち方の説明をしたいと思います。ポイントは全部で3つです。1つ目はボールの位置になります。ボールの位置は右足のかかとの線上にセットしてください。2つ目は、右の手首の角度です。ストローク中の、右の手首の角度を変えないように意識してください。そうすることによって、このロフトの角度がボールを右に置いた分、立った状態で、ボールに当たってくれるので、転がすアプローチがしやすくなります。3つ目がこの打った後のフォローと自分の目線ですね。それをどちらもこう低くしていきましょう。そうすることによって、またこれもロフトが、立った状態で当てやすくなります。目線とかフォローが上に行ってしまうと、このロフトが開きやすくなってしまって、動きでやるとこういう動きになってしまうので、その3つを気をつけてみてください。それではその3つのポイントに気をつけて1回打ってみたいと思います。続いて上げて止めるアプローチの説明をしていきます。まず番手選びなんですが、50と58があったら、このロフトがたくさんついている58がおすすめです。ボールを上げて止める打ち方のポイントは、全部で2つあります。1つ目はボールの位置です。ボールを左の、かかとの線上にセットしてください。で、2つ目はこのフェースの向きです。スイング中に最初にアドレスで作ったフェースのロフトの角度の向きを変えずに打っていきたいです。そうすることによって、スピン量が増えてボールが止まってくれます。で、そのためには、この左手の甲の向きが大切です。構えて打ち終わった後にこの左手の甲の向きが上を向いていれば正しい、振り方になるので、ぜひ練習してみてください。それではその2つのポイントに気をつけて1球打ってみたいと思います。いかがでしたか？皆さんも状況に応じて転がしたり上げたり、いろいろ試してみてください。